はい、春 YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。今日2022年の、11月の18日じゃなくて17日木曜日ということなんですけど、最近、京都の吉祥院の方に、行くような、予定都合がありまして、ちょこちょこ行ってるんですけど、その時にね、ランチどっか食べたいなって思っていろいろ徘徊さまよってるんですけど、まあラーメン屋数軒行って、ある時にね、素敵な定食屋さんにたど、り着いたんで、ちょっとそのお話をしようかなと思いまして、この新鮮酒場絶品さんっていうところを発見したんですよね。なんかね、いつかどっかでお客さんに聞いたのかわかんないですけど、なんか絶品っていうね、名前だけは、目にしたことあるなっていう風な感じやって、聞き覚えはあったんですけど、ちょっと何かしらね、外観も楽しそうやったんで入ってみようかなって思って入ったんですよね。そしたら、なんていうんですかね、雰囲気もさることながら、そのコストパフォーマンスっていうんですかね、基本的に、ランチ時、定食屋さんとして定食が、並んでるんですけど、日替わり定食850円、あとは、ハンバーグ定食とか唐揚げ定食とか、そういう定番のやつがあって、結構男性メインにしたターゲット向けたようなメニューが多かって、刺身定食とかもあって、それももうちょっと気になったんですけど、最初に頼まさせてもらったのがヒレカツ定食やったんですよね。ヒレカツ、あと、そう、定食オーダーの方は、トッピングで、なんか一品メニューっていうか、エビフライとか、ハンバーグとかコロッケとか、なんかそういうトッピングも、オーダーできるということで、エビフライ2尾オーダーさせてもらいました。だから、ヒレカツとエビフライ2本と、キャベツ千切りとオニオンフライもついてましたね。あとポテトサラダ、かっこネギが、ネギちゃうわ、玉ねぎが入ってないやつ、僕玉ねぎ食べれないんで、それがついてました。で、ご飯おかわり自由で、味噌汁おかわり自由、すごくないですか。でね、最後にコーヒーとアイスティーが選べるんですよね。もうなんかね、飲食店選ぶときって雰囲気とか店員さんとか、あともちろん商品として美味しいかっていうのもありますし、あとはね、値段帯、そのいろんなパフォーマンスが交差して、この店いいな悪いなというふうに決めていくと思うんですけど、僕的にはすごくね、なんていうかな、どっちにしてもね、昼ご飯食べに行かなあかんので、探してたんですけど、ヒットしましたね。ラーメン屋さん毎回行くわけにはいかないですし、もう弥生軒と比べちゃうのもなんかちょっと違うような気がするんですけど、もう断然この絶品さんっていうね、お店がいいなって思いました。そこは、この吉祥院の方にあるのは本店らしいんですけど、あと山陰店に焼き鳥絶品っていうところもね、あるみたいなんで、まあちょっとね、もし気になった方は行ってみたら、いいかなというふうに思いました。ということでね、一旦現場から以上です。ちょっとね、テンション上がりますね。美味しいもの食べてなんか満足した時って、人間ちょっと笑顔がこぼれるんだなっていうふうに思いました。ありがとうございました。